はようございます、チームバナナ藤本です。よろしくお願いします。今抽選引きまして40名様の中で、26番を引きました。まあ、とりあえず昨日いろいろ予習を、まあ、知識がないんでその勉強予習してきたんで、まあ、その台を狙っていこうかなと思います。お願いします。お願いします。お願いします。とりあえず、昨日ちょっと予習させていただいた狙ってた新フォギア取れましたので、今日はちょっと最初は新フォギアで頑張りたいと思います。お願いします。おはようございます。本日は千葉県にあるウエスタン浦安駅前店さんにて冠争奪芸人バトル収録いたします。お願いします。とりあえずもう当てないと話にならない、とりあえず当てる、でその次はもうラッシュに入れるっていうことを目標に、とりあえずシンフォギアで勝負したいと思います。お願いします。私の全財産がここに入ってますよ。負けたら死ぬんで、もう終わりなんで、私が勝つしかない。はい、皆さん、お気づきでしょうか、台変わってます。はい、ちょっとその、まあ、打ってみたんですけど、シンフォギアちょっとなんか体感ちょっと違うかな、ひよってる場合じゃねえぞっていう、はい、もう行っちゃいます。エヴァ勝負しちゃいます。一旦ね、どうなるか分かりませんけど、一旦勝負してみんなね見たいと思うし、やっぱりとりあえず、今7000マイナスでエヴァをスタートさせます。で取り返します。はい、気づいたらなんか押してて弾出てこねえなと思ったら1万円終わってました。はい、この財布から1万出てくると思わないですよ、これもう壊れてて。全部下ろしてきたんで貯金をもう、うわー、いやでもあと1万は、1万やって出なかったらちょっと考えます。やめれないんで、やっぱりもうここまで回したからもったいないよなとか思っちゃうけど、なんかもったいない根性出ちゃうんですよ、回転数に対して。もう関係ないじゃないですか。でもそのマジで大勝ちしたのは一番最初だけなんですよね、私も言ったら。逆にずっと負けてるのによくやってねと自分でも思います。はい、震えました。来ました、タイガさんから初めていいです来ました。マジでそうですね、そうですね、310回転、今ようやく当たりました。1回目、まず2万9500円の投資です。頼む頼む、お願いお願い。全てはこれからだ。マジ危なかった、マジで危なかった、かっこいい。
マジで本当に泣きそうになってた。信じてよかったです。エヴァ信じて、もうやっぱ何も知識ないで信じていきます。押すか、頼む頼む、あかん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 、マジで死んだと思った。マジでマジで、マジで危ない。いやもう、いやこれは打てない、これはちょっと怖いですね。わあマジでこういうところだな。さあ今お昼休憩を一旦入れまして、先ほど2連で終わってしまったこのエヴァ続行します。はい、やっぱりこのままだと私エヴァのこと嫌いになっちゃう。嫌いになりたくないから、ちょっといい思い出でかなりここ本当に迷いましたけど、ずっと、まあでもちょっとエヴァで行きたいと思います。はい、お昼がですね、まあ、タイガさんとあとなんとサスケさんも駆けつけてくれて、で初めてお会いしたんですけど一緒にご飯食べて、でまあサスケさんのパワーをちょっともらったっていう感じで、なんかちょっと心機一転で、先ほど写真撮ってもらって実は待ち受けにしました。私これずっと地球だったんですよ。そのデフォルトの iPhone の待ち受けだったの初めて変えました。初めての男になりました、サスケさんが私の待ち受けを変えた。まあ、サスケさんのパワーをもらって当てます。なんか打つ前はもうめっちゃ迷って、よしやっぱエヴァでいいや、エヴァでにかけようって思ってたんですけど、打ち始めるとやっぱ途端に怖くなりますね。さっきやっぱ人生で一番高いラーメン食べたんで、1800円のラーメン食べましたもんね。アワビとあともう何だろう、半生の刺身みたいな、まあ刺身を入れて半生にした大変な、はい、1800円のラーメンは置いてる店にも行ったことないんだから、まずなんか飛んでもないですよ本当に。芸人じゃないよねっていう。来い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 。行け。早っ早っ。197回転。落ち着け落ち着け。行け行け行け。入れろ入れろ入れろ。行け行け。やばすぎる、やばすぎる。
しで打ってよかった。早く、最高ですね。サスケさんやりました。さっき新宿やらかしたから次はもうやってくれるはずです。いけ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 、早めに行こう、早めに。あ、止めてる。あ、ここがもう灼熱。これでよし、一回変えますか。風吹いてる、風吹いてる、風吹いてる。これ、いや気持ちいい。早っ、マジで速くなってる。気持ちいいっすわ。うわー、行きましょう。ナイス、気持ちいい。はい、よし、行きましょう、行きましょう、どんどん行きましょう、もう早く早く、またどうする。おい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 、行こう行こう行こう。やりました。気持ちいいな、ここ。なるほど、行こう行こう行こう、どんどん行こう。あ、ちょっとカオルで、はい、全部ちょっと見てみたいですね。こっちを続かせないと。緑、上がれ、赤、赤、緑、綺麗、マジで実写みたい。ありがとうございます、ありがとうございます。うわー、どうしよう、ちょっと一発いっていいですか。もう一回、一発めっちゃ気持ちよかった。よし、行こう。お、ここから勝ちですから、お願い勝たして、好きに刺して。なんかな、え、動いた。マジで大好き、マジで大好き、エヴァマジで面白い。てか、もうやば、気持ちよさやばいですね、エヴァの。やばい、思ってたよりごちゃごちゃしてなくて、シンプルで気持ちよさ、とんでもないという、なんか人気の秘訣が分かりました。ありがとうございます、気持ちよすぎる。うわ、どうしよう、一発でいいかな、一発で。吹いた、吹いた、いけ、止まらない。これは一発告知、気持ちいい、気持ちいいです、めちゃくちゃ。吹いた、あれ、マジでよかった。あ、
気持ちいい。重いかな。わあ、一発でいきますやっぱり。はい、めちゃくちゃ気持ちいい。ちょっと一回落ち着いていいですか。一旦落ち着こう。頼む頼む。ちょっと一回止めてます今、はい、残り100回。いやもっと行きたいマジで。ちょっと一旦サスケさん見よう。サスケさん行けますよね。よし、お願いします、お願いします。ああ15回。やばい、終わる、頼む。わかりやすいですね、一発告知って。そうですね。いやでもでもでもマジで良かったです本当に。いや危なかった。マジで気持ちいいですね。連チャンしてる時の気持ちよさやばいですね。これはハマりますね。めっちゃ嬉しいけど、やっぱもっと行きたいという欲が出ちゃいますね。連チャン終わりまして、私の一世一代のいつも1パチのアマしか打たない私の大勝負、一応、まあ、まくって勝ちとさせていただきました。ということで、まあ、ここからはちょっと自分が打ったことあったりとか、ちょっと気になってる台を打っていこうかななんて思っています。好きになりました。マジで続けてよかった。エヴァ打ってよかった。マジでありがとうございました。はい、スロットコーナーにやってまいりました。ここで出てる台を紹介していきたいと思います。こちらカバネリ、本日最高が2000枚、こちら本日最高が2159枚ということで、はい、カバネリ、本日最高3045枚。はい、こちら永遠の消防隊、2000枚。はい、こちらも永遠の消防隊、まあ、1621枚。全国コレクションでこちらが4000枚。バルブレイブコーナーで4277枚、こちらが、2687枚という感じでですね、スロットコーナーもめちゃくちゃ盛り上がってます。さあ本日ウエスタン浦安駅前店さんにて、実戦終了いたしました。お疲れ様でした。そして本日の結果がですね、29,500円投資で、6021玉ということで、まあ、ちょっと悔しいというか、悔しいっていうか本当最後いらんことしたなっていう感じはちょっとありますね。ただ、まあ、私ここに今日来てなかったら多分エヴァや一生やってなかった可能性あるんで、本当にエヴァの素晴らしさを知れて本当に良かったなと思いました。マジで今日来て良かったです。ということで、まあ、私スロットちょっと打てないんですけれども、最後にちょっとスロットコーナー見に行きましたけど、めちゃくちゃそっちも盛り上がってて、なんかやってみたくなりました。本当にできるもんならやりたいです。私もマジで本当に楽しかったですね。まあ、一応でも楽しかったといえ、こちら勝負やってますんで、芸人同士のね熾烈な争い起きてますんで、こちらがですね、高評価と皆さんのコメント視聴回数で争っております。なので皆さんぜひともコメント何でもいいです。もう本当になんか太ってるねとかでも何でもいいんで、コメントそして高評価の方をよろしくお願いします。パチンコまたやらせてください。よろしくお願いします。それでは皆さん本当に本日はご視聴ありがとうございました。まあ、私もまた呼んでいただけるように本当精進してまいりますので、またよろしくお願いします。また来て見てください。ありがとうございます。